空から見た地下火力発電所地下火力発電所は愛知県千多市北浜町23にあるジェラの天然ガス石油火力発電所である PR 施設の地田電力館が併設されている中部電力が設置し1966年2月に1号機が運転を開始6号機までが建設された56号機は中部電力発の LNG 潜傷火力であり 1985年には1から4号機も LNG 滝に改造された。1992年から1996年にかけて1、2、5、6号機においてガスタービン発電設備を追加し、廃棄再燃型コンバインドサイクル化工事を行い出力を増強、全国有数の大容量火力発電所となった。ガスタービン発電設備停止時も、 既存のの気力発電設備の単独運転が可能である。2017年3月15日に1号機が4月1日に2から3号機が10月31日に4号機が休止された。2019年4月、東発電所は中部電力からジェラに移管された。2019年11月、1から5号機の廃止計画が公表された。 1>, 1から4号機は2021年度に廃止、5号機は2026年度に廃止の予定である。LNG コンバインドサイクル発電を採用する7、8号機を2027年度に運転開始する計画が検討段階にある。ありがとうございます。